なんかコーラスとイングリッシュジグとか言ってますね。そうですね。パリとヘレンのアリアですが、こんな感じなんですけど、フレージングとかですね、ポジショニングっていうことをすごく言います。例えばラから始めると、ラに戻ってくるってことですね。で、口の中を大きくしたり、こう息の流れを意識したり、こう開く、非常に出してこう開いてあげるみたいなこととか、少し潰してあげる。そんなことを言っています。必ず基準の音を作って、例えばこの中央のレとか、なんか違う音に行って帰ってくる。もう少し、必ず戻ってくる。あるいは、まあ、いろいろオクターブ変わったりするところもあるのであれなんですが、一つ違う隣の音とポジショニングしていく、組み合わせしてポジショニング作っていくっていうことがすごく大事かなと思います。大きくしたり、広げたり、ちょっと潰したりみたいなことですね。このポジションを作っていくことを覚える場合、すごく大事かなと思います。まあ、他の楽器でも同じことがありますけれど、特にそこで激しいですね。はい。それをやっていくと、今来てる子は本当に楽器何もやっていくことがなくて、まあ、1、2ヶ月ですけれど、こういう曲がちゃんと吹けるようになっております。まあ、筋力はね、まだこれからですけれど、楽しんで喜んでくるってことが大事かな。ジグです。こんな今日も楽しいですね。まあ、いろいろそういうふうに楽しんでいただくことが大事かなと思っております。以上です。